こんばんはです。皆さんこんばんはです。2022年9月13日でございます。旧統一教会問題合同相談窓口、政府がやってますんでね、ぜひ本当困っている方はご利用いただければというふうに思います。これをねやりながらね、一方で統一教会の広告塔みたいなことやってた安倍晋三さんをね国葬するっていうね、どうも岸田さんのやってることはようわからんのですけどね。一人で悩まずにね、利用できるものはね、ぜひどんどんね、利用していただければというふうに思います。私からもね、本当によろしくね、本当困ってる方はね、どしどしね、ご利用いただければということをね、お願い申し上げます。今日の本題ですけれどもね、いつもご紹介している今後の予定とね、ご協力のお願い、ちょっとね、また、詳しくさせていただきます。まず、たちまちはね、9月14日、明日ね、朝8時、古内橋駅前の街頭演説、これをやります。それから午後はね、伊方原発の問題についてね、ありますんでね。これは去年の参議院広島再選挙でも、伊方原発ね、稼働に対して反対ということをね、最大の公約として掲げました。あの時も国政選挙でしたからね、当然最大の公約という一つにしましたけどね。来年の、県議選について言うと、これはね、国政選挙ではないのでね。ちょっとね、ただ知事に対してはね、当然、こういうものに対してね、伊方原発、それからね、島根原発、再稼働に対してはね、待ったというようなことをね、言うように、ね、してほしいということはね、もちろんね、そういう姿勢ではできますしね。原発というものはね、ちゃんともう、あれですよね。水とね、電力がなくなったらね、アウトと。こういうもんですよね。水と電気がないというのはアウトってことですからね。ザポリージャ原発はなんでみんなヒヤヒヤしてるかって言ったらね。大砲の弾は原発に当たるだけじゃなくて、何かの拍子でね、停電や断水が起きたらもうそれでアウトになっちゃうからですよね。そういうことでね、伊方原発問題についてもね、諦めずに。たかだかね、お湯を沸かすための装置ですよ、原発をね。それのためにね、地球をかけるっていうのはナンセンスな話ですよね。そして9月15日ね、木曜日、令和新選組政治的のど自慢大会、広島県広島ということ。これは山本太郎の、街頭宣伝です。17時からね、行ってまいります。私はね、仕事のために18人に行けりゃいいかなという、そんな感じですけどもね、ぜひね、皆さん、ご都合が合う方はね、ご参加いただければと思います。で、16日がね、ズームミーティング。そして18日、今度は緑富士グランマイでのね、10時凱旋ということになりますけど、ちょっとこの日ね、ひょっとしたら台風がね、近づいてくるということでね、直撃まで行ってないけど、まだね、直撃の日にはないけれども、ちょっとね、雨、遠い影響で雨ということはね、十分考えられますんでね。風が吹いてなかったらね、橋というか、歩道橋の下とか雨が当たらないところでやるっていう手もあるんだけど、ちょっと状況を見ながらね、やっていきましょう。そしてね、25日はね、10時またね、今度は4森、祇園前と。緑、祇園、緑という形でね、やっていきます。11月6日ね、浅見闇区内で、外部講師っていうか、もうね、原田先生ね、原田教授のね、講演会というのをやっていこうと思っています。いや、ほんとね、何人か、何人かの方から本当に、早くもね、寄付の方ね、いただきまして、本当にね、ありがとうございます。本当に、超スーパーオールドスカイと。そういう、状況です。本当に、今の状況でね、ですからね、本当に、超スーパーオールドスカイという状況なんで、本当にね、ありがとうございます。またね、皆様だけでね、しんどいですから、それもね、周りの方でね、こういう人がいるんだよってことでね、ご紹介いただければね、また私の方からもお願いしたいと思いますんでね、お心改めましたご紹介いただければね、本当に助かるところです。河合案里さんなんかね、昔の選挙なんか見てると、何千万もね、高田が県議選でかけてたりね、するのをね、収支報告書でね、拝見したりするんだけど、俺の場合そんなに、かけないんだけどもね、法廷のね、費用の範囲でやってね、
もう鍋かけないようにすんだけど、そうは言ってもね、付随するコストっていうのはどうしても最低限ね、出てきますんでね。だから事前のね、まあそういう政治活動のビラとかいうのはね、公費の、ね、負担外になりますからね。まあそういうところとかね、まあ、交通費含めて、やっぱりどうしてもね、いろいろコストかかってまいります。どうかね、また引き続きね、まだ、半年以上まだね、選挙まであります。まあ、ちょっとずつでもね、お助けいただければ本当に助かります。よろしくお願い申し上げます。まあ、それではね、また、明日、ね、古市橋とか、あるいは今度日曜日ね、緑、あるいはね、来週ね、ヨモルギを、まあ、そういったところ、またお会いできる方はね、また見かけられましたね、お声掛けいただければね、本当に嬉しいです。それでは皆さん、またね、ちょっと今週ね、天候がまた悪くなるという状況もありますしね、お気をつけいただければと思います。それではね、皆さん、おやすみなさいませ。